どうもミスタードラです。ということで今回はこちらでございます。はい、こちらでございます。キャプテンにしてしまいましたけれども、めちゃくちゃかっこいい川上健進さんの動画撮っていきたいと思います。はい、ということでね、ワールドチャレンジャーで見事川上健進さんを救って極みにすることができましたんですけれども、まず能力はオール A ということでね、さすがドラゴンズの大エース、めちゃくちゃかっこいいですね。カットボールチャンネルのイメージが強いと思うんですけれども、なんと今回ですね、ツーシームが追加されたということで、今まではねツーシームなかったんで正直使い物にならなかったんですけれども、まあ、これで若干は使えるようになったかなといったところでございます。まあ、めちゃくちゃ強くはないけど、でもね、最新スピリッツプラスツーシームあって超コントロール20丸あるって考えたら全然使えるかなというふうに思っていますんで、まあ、今回はね、川上健進さんの配球もね加えてちょっと解説していきたいと思いますので、ぜひね最後まで見ていってください。いやー、それにしてもね、今回のワールドチャレンジャーかなりガチャは厳しかったんですけれども、まあ、実はね僕200連回しました。200連回して川上健進さんでノリさんが累計で出ましたと。でさらにあと岩隈さんもね出たし、松坂大輔さんも出た。で大谷翔平をセレクトミキサーで獲得で、投手は30連目に出た。で田中健介も出たということで、いやほんまに波乱でした。うん、かなり苦しいね戦いでしたけれども、実は川上健進さん2枚出たんですよ。で A ランクもねしっかり1枚出たんで、まずは称号チャレンジやってからね、早速大谷翔平カップでデビュー戦やっていきたいと思います。いきましょう。それでは川上健進さんの称号チャレンジやっていきたいと思いますけれども、前回とねちょっと違うんですよ能力が。今回はねオール A になっているということで、80、83、82査定粘土も変わってるんですかね。なんで全同値が一応狙えるんですよね。球威プラス3、スタミナプラス1でオール A 同値が可能ということで、一番強い称号が超特急がつけばオール A 同値ということなんですけども、まあ個人的にね、まあ最近リーグはそこまでガチってはないんで、まあ、勝利の使者超特急以外だと、まあ、マイナスにならないのこういうのはちょっとね、萎えるかな。針穴とか丁寧な投球とかね、そういうオール A が崩れることだけは避けたいなと言ったところなんですけれども、うん、3枚ぐらいでいこうかな。いい称号つきましょう。星3以上カモン、頼むぞ。かっこいい、謙信来い。オッケーカモン。うわー、鉄腕惜しいね。まあ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 、いいでしょう。スタミナ型になりましたけれども、まあ、謙信さんといったら鉄腕ですからね。うん、めちゃくちゃかっこいいんで、早速リア台デビューしていきましょう。はい、ということでね、早速大谷翔平カップでデビュー戦やっていきたいと思います。記念すべき第一試合ですからね、これをね我がドラゴンズの川上健進様に託します。お願いします。いや、今回のワールドチャレンジャーはね、ついつい興奮してしまってめちゃくちゃ課金してしまいましたわ。まあ、そんな中ね、やっぱりね中日純正 YouTuber として川上健進を取れたことは誇りに思います。お願いします。はい、それではね早速使っていきましょう。川上健進さんです。多分ね対戦経験もほとんどの人がないと思うよ。うん、この健進と対戦するの絶対初めてやからね、相手さん。さあ、まずね能力はしっかりと素晴らしく高い能力なんで、いや、こういうない、こういうフォームないのきついよ、これにさ。こういうフォーム、剣心につけないってどういうことよ。さあ、オッケー、カットボールチャンネルでしっかりと追い込んでいく。いや、ワールドチャレンジャーに出るような選手の、こういうフォームがないってどういうことやね。じゃあ、最後、ツーシーム。あー、ボール球、ボール球。まあ、でもね、しっかりボール球を打たせれるぐらいの、強さはあるということですね。しかもコントロールがいいんで、これは結構嬉しいね。さあ、うーん、盗塁されていく。まあ、タイピンチとかも全然持ってないんでね、根性で抑えるしかございません。相手さん結構強かったんでね、打率4割超えてくるような方だったんで、なかなか苦いデビュー戦にはなるかと思いますけれども、さあ、頑張れ、剣心。じゃあ、変化量2のフォーク。オッケー。この前はね、フォークが変化量1だったんで、まあ1の方が個人的にはね、打ち上げやすかったかなと思うんですけれども、まずしっかりとね、外のツーシームでワンアウト取りました。
あそこのね、ギリギリボールのところは、うん、やっぱ使えるんじゃないかなと思います。で、あとはね、スライダーがもうちょっと大きかったらもうちょっとね、使い道があるんですけれども、まあ、この辺かりょうやとなって感じかな。さあ、ツーシーム、オッケー。ツーシームが一番頼れるわ。うん、これツーシームなかったら無理やけど、逆にツーシームがあるからなんとかなってるもんね。はい、オッケーオッケーオッケー。ここのね、ギリギリボールにストレートを投げて、でね、しっかりとツーシームでカウントを取っていくと。もう一個だけスライダーの変化量上げてほしいな。オッケー、追い込んだ。いいよいいよ、悪くない悪くない。さあ、3人連続ツーシームで打ち取れ。オッケー、よしよし、意外といけるぞ。みんな剣心結構意外といけるぞ。さあ、ということでミスタードライは少し興奮気味でございますが、そんな剣心を援護していこう。まずはね、スピ解放4500にしてまいりました。福留コースでミスターフルスイングバージョンでございます。大谷翔平杯初の打席でドメスティックにかましていきたい。おお、えぐいえぐい、ドメスティックバイオレンス、素晴らしいね。逆方向に、とんでもないわ。まさかあの角度というか左中間で持っていくとはね。いやー、素晴らしいデビュー戦となりました。 OK、 これで平曽に戻していく。いや、中日純正なかなかいいよ。さあ、3番オッチーアイさん行きましょう。山崎武史さんもね、スピ解放本当はしたいんですけれども、まあ、今回は一応12球団杯ということでね、スピ解放はまだしておりません。いや、ナイスボール、長打三振賞レベル1で発動すな。いや、フェアか。まあまあ、オッケーオッケー、進塁だ進塁だ。さあ、武史頑張れ。いやー、なんでその歌舞伎打ちは。さあ、行きましょう、ノリ。やっぱスピ解放4500はだいぶ違うね。そして純正なんで全然負けてないと。ノリ弁スペシャル、今のが切れないんだよな。さあ、そして宇宙一強い木俣さん、最近ガチで木俣のね、打ちやすさが異次元です。あ、これでもアウトかい、足遅そう。では2イニング目行きましょう。剣心さん、相手打率4割でね、なかなか強い人やから、この人をね、しっかり抑えれたら、自信につながるよ。オッケー。まあ、ツーシーム、カット、スラ、ストレート、この投げ分けかな。まあ、結構全球種使ってるね、今んとこ。うん。やっぱ、頭を使って投げていかないといけない。いや、いいね。意外とスライダーのちっこいのがいいかもしらん。さあ、これも見逃し三振来い。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。いや、このね、小さすぎて、ストライクボールの見極めができてない感じがするね。いいよ、いいよ。さあ、どんどん行こう。で、左バッターの、ここやね。結構打たれ、ここ押さえれるよ。そう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 。いやー、超えるんかい。なんか新しいこういうフォーム出たな、今。さあ、頑張って、剣心さん。外と内の投げ分けをしっかりしていきたいけど、まあ、甘く投げるケースはね、剣心さんの場合はほとんどないかな。うん。あえてのスローカーブ。オッケー、誘っていく。で、インハイにズバッと。いや、ここが振らないか。じゃあ、ここのフォーク。よし、追い込んだ。いいよ、ナイス。さあ、スライダー行こう。ストライクになるかならんかわからんやつ。よし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 、これ使える。スライダーにうまく使ったら強いぞ。で、打ちズバッといって、オッケー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 。そう、超コントロールにね、制球が A なんで、レスピさえ決めれば。いやー、いいね。え、割とガチで使えるんじゃない。ほら、これ純正杯やったらいけるぞ。うん、12球団やからちょっとあれかもやけど、ナイスボールナイスボール。さあ、これもストライクか分からんやつ。落ちるか落ちるか。あー、まあ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 、しゃあないしゃあないしゃあない。でも打ち取ってるよ。さあ、超コントロールがしっかり発動していく。で、スライダー、よしよしよし、いいよ。さあ、相手結構盗塁好きやな。
剣心の牽制、剣心の牽制舐めたらあかんよ。もう一丁いくよ。ほい、オッケーで次クイック投法して、夢のツーシーム、にゃん。さあ外のカット、カモン、ナイスボール、素晴らしい球や。じゃあうちのツーシームで振らせる。オッケー、ノリ、よーし、素晴らしい。これぞね、黄金時代のドラゴンズの守備を。ではあと3点取ってコールドを決めましょう。川上健信に記念すべき大谷翔平カップ初勝利を届けたい。よーし、先頭森のガルイに寝て、さあ行きましょう。ここは周平です。周平も4500になりましたからね。オッケー、いやースピ解放ね、みんな4500にできるようになったからやった方がいいよ。さあこれが周平の技術、ホームランね、コールドです。ここで向かうわ、タイロン打つ。川上健信がピッチャーの時、あなたはファーストにいた。そうだな、ウッツ。痛烈一戦ということで、川上健信全然使えました。ありがとうございました。